はい、どうも、今日を使うにあたって注意しておきたい今日の、反撃ポイントを、紹介します。まずなんですが、88式出し切りが危険というとこですね。ガード時マイナス10フレームなので発生の早い通常技で確定が取れます。遠距離と地球パンチが発生10フレームなので、最速で出せとちょうど、ギリギリなんですが、反撃が間に合ってコンボも入ります。あとは、このあらかみの後なんですが、これマイナスガード時マイナス6フレームで、これこういうのは無敵技、発生の早い無敵技で反撃取るといいですね。ちょうど今日の、鬼焼きが発生4フレームで、確定反撃になるので紹介します。確定反撃になって、しかも発生を出されても無敵技なので、確定します。カウンターヒットで確定します。まあ今日じゃなくて EX 鬼焼きはこういうなんか派生がある隙のデカめの技に対しての、反撃にちょうどいいですね。派生を出されても確定で決まるので、そういう意味でちょうどいいです。以上です。あとちなみにですが、この75式回のをこの派生の2段目ですね、これ、できるだけフリーを背負わないためにディレイをかけるんですが、ディレイをかけると1段目と2段目の間に隙間ができるんですね。そこも反撃ポイントですね。以上です。ご視聴ありがとうございました。